森友哉さん、原監督に何度も頭を下げてしまう。日本代表の練習前、原辰徳監督64歳が三塁側ベンチにいた森を手招きすると、走り寄った森は恐縮気味に何度も下げつつ笑顔で応じた。時間にして1分ほど。会話の中身は不明ながら、コンオフの FA 戦線の主役と、補強の目玉として獲得を狙う全権監督の組み合わせはインパクト抜群だ。もうボスに頭下げてる部下やん。手招きは草、原が呼んだのかよ。森ってこんな顔するんだな、怯えてるやん。髪黒いし髭剃ってるし、巨人確定やな。なお手招きした時の顔よ。綺麗な手招きで草。悪の根源定期。これほんま草。監督辞めても役者で食っていける。素でこんな悪人面できるの天才やろ。コッパ、これは流行るわ。いろんな場面で使えそうな画像ですな。絶対この画像こすられまくるやろ。これやん。払って朝の当ててからウキウキよな。どういう人生歩んだらこんな顔できるんやろな。